2022年2月24日にロシア軍がウクライナに侵略を始めて以降、7ヶ月半が経過して旗色の悪いロシア軍の損害状況について、ロシアの独立系メディアバージニア・イストーリーが、10月12日時点でロシア軍の戦死者、戦傷者行方不明者の総数が合計で9万人以上に上っていると見られると報じているよ。この数字はアメリカ国防総省やイギリス国防省などが推定している。ロシア軍の前線を離脱した死傷者数の数字におおむね近い数であるが、国営ではない独立系メディアとはいえ、このような形でロシア国内メディアから大きな数の死傷者数が報じられるのは初めてで、極めて異例なこととして驚きを呼んでいるぜ。ロシア側は情報規制を敷いているだろうし、都合の悪い情報は伏せたがると思っていたけど、何か狙いがあるのかな。そうだね。さて今回は、ロシアのメディアがロシア軍の損害が9万人以上に及ぶと報道したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。バージニア・イストーリーによると、情報源はロシア連邦保安局 FSB をはじめとする、情報機関の現役将校や OB などとしているんだけど、これが事実とするならば、ロシア情報当局の内部においてまでもこれまでのプーチン政権の指導力に懐疑的な勢力が、台頭しつつある可能性が指摘されているんだ。アメリカの中央情報局 CIA の元長官であるペトレイアス氏は、ウクライナ侵略が始まってからの7ヶ月間で、ロシア軍はアフガニスタンでの約10年間で失った兵士数の何倍もの数を失っているとメディアのインタビューで指摘していたよ。ロシア軍が当初ウクライナ侵略のために国境に集結させていた兵力は、アメリカの分析によると最大で19万人と推計されていて、それを基準にするならば、7ヶ月で5割近い兵力を失ったことになり、もはや敗北と言っても良いほどの損害を出していることになるからな。それだけの兵を死なせておいて、ロシア側はまだ続けるのかな？侵略開始時点のロシア陸軍の総兵力は西部軍管区のほか、中央、南部、東部の4軍管区合計で28万人とされていたんだけど、その後志願兵の募集や9月に発令した部分的動員令などによって、万単位の増員が図られているとはいえ、もはやロシア軍には現在の劣勢を挽回するだけの戦力はないとの見方が広がっているよ。10月20日にはクリミア半島の東端とロシア南部のクラスノダール地方のタマン半島の間にあり、アゾフ海と黒海をつなぐケルチ海峡に架かるクリミア大橋が爆破され、ウクライナ側の特殊工作と断定したロシアが報復攻撃を実施しているんだけど、それは東部、南部戦線の地上軍によるものではなく、西側の制裁で部品が不足して製造ができず、在庫不足が囁かれている巡航ミサイルによるウクライナ全土への無差別攻撃と、イランから購入した自爆型ドローンによるものだったんだ。経済政策がじわじわ効いてきたってわけだね。連日多数のミサイルやドローンによる民間インフラなどへの無差別攻撃によって、ウクライナの一般市民の死傷者数が増加しているんだけど、ロシア軍のミサイルやドローンも相当数が撃墜されているからな。ロシアにしてみれば、ウクライナ全土の民間インフラを破壊して民間人を殺傷することで、ウクライナ人の戦意をそごうとの目論みがあるのであろうが、おそらくはその意に反しウクライナ人のロシアとプーチン大統領に対する怒りと憎悪が膨らんでいるだけではないかと見られているぜ。そりゃそうだよね。好きに攻撃しまくってるロシア相手に、ウクライナの国民は折れないと思うな。ゼレンスキー大統領っていう優秀なリーダーもいるんだし。そうだね。そして、軍民無差別の報復は国際社会の非難を呼び、先日の国連におけるロシアの無差別報復攻撃への非難決議では143カ国が採択に賛成し、中国やインドなど棄権が35カ国出たものの、反対は当事国のロシアを含めてベラルーシ、北朝鮮、シリア、ニカラグアのわずか5カ国だったんだ。また、この間も東部ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州、南部のヘルソン州とザポリージャ州のプーチン大統領が9月30日に併合を宣言した4州において、ウクライナ軍の領土奪還が進みロシア軍は日々後退していることが伝わっているよ。ウクライナ全土に闇雲なミサイル攻撃を行っているロシア軍は、ウクライナの民間人を犠牲にしただけで、戦略的にロシアが得たものは乏しく、結局のところはロシアとプーチン大統領の国際社会での評判をさらに貶めただけとの評価であり、ロシア軍は部分的動員令を発令して予備役の動員を行うなど失った戦力の強化を図っているものの、戦局を転換させるものとはならないと見られているぜ。動員されたロシア兵には満足な装備が与えられず、ソ連時代から蓄えられていた旧式のライフルなどが支給されていると言われているほか、間もなく冬を迎えるにもかかわらず防寒着の供与はなく、医薬品なども全て召集兵自身が自腹で整えなければならないとの情報もあるもんね。その上、訓練すら満足に実施されることなくウクライナの最前線に送られ、ウクライナ側の発表によればすでに数百人単位で戦死者が出ているというよ。現代の戦いとは思えないほど、兵のことを考えていないよね。また、部分動員によって数十万人が徴兵されていることと、それを忌避する国外への脱出者が100万にも達したとも噂される中、人的労働力不足によってロシア国内の生産性に大きな打撃を与える可能性を指摘する声が上がっているよ。ロシアは侵略に対する制裁として西側諸国から先進的な機器や技術を手に入れることが困難になっている現状に加えて、部分動員はロシアの人口動態、労働市場、投資環境という観点で痛手になるとの指摘があり、動員を実施する作業では組織的な混乱が生じており、プーチン政権の何人かの閣僚が慌てて自分の重要な部下たちの徴兵を猶予する手続きに乗り出すなどの光景も見られるというんだ。その中で、中小企業が部分動員の最大の被害者になろうとしているとの指摘があり、それら中小企業は政権の閣僚たちのように徴兵猶予を働きかける政治的手段はなく、3人ほどの要となる従業員を失えば、事業が成り立たなくなるとされているんだ。中小企業からしてみれば停滞どころのダメージじゃないよね。一歩間違えたら倒産だもん。これはもはや、太平洋戦争末期の日本が熟練工などの技術者もの別幕なしに徴兵した結果、兵器や弾薬工場に不慣れな女性や少年少女が労働量として送り込まれ、生産性が著しく低下したことと同様の状況であるともいえ、ロシアの国力がじわじわと衰退していくことが想定されているよ。そして、クリミア大橋の爆破以降、連日ロシア軍の民間人を狙った非道で残忍な攻撃に憤慨した西側諸国は、ウクライナに対して次々に防空ミサイルシステムの供与を表明しているんだけど、12日にベルギーの首都ブリュッセルで開かれた北大西洋条約機構 NATO の国防相会議に合わせて、6回目のウクライナへの軍事支援を検討する会合が開かれ、アメリカやヨーロッパの国々などおよそ50カ国が参加して、ウクライナに対して長期的な軍事支援を続けることが確認されたんだ。アメリカのオースティン国防長官は会合の後の記者会見において、ウクライナは東部と南部でかなりの領土を奪還していて、このような軍事活動はこの冬の間も続くと思われると述べて、間もなく冬を迎えるウクライナにおいて、まだしばらくは戦闘が続くことを前提に支援を続ける必要があると強調したよ。報復としてのミサイルやドローンによる無差別攻撃に対抗するためとして、アメリカのほかイギリス、カナダ、フランス、オランダ、ドイツなどが防空システムを供与することを表明していて、ドイツの最新の防空システム iris t s l m はすでにウクライナ国内に届けられているというぜ。ウクライナのゼレンスキー大統領が12日夜のビデオ演説において、ロシアによるテロが大胆で残酷になればなるほど、ウクライナの空を守るために支援をすることが、欧州にとって最も重要な人道的な課題の一つであることが国際社会に明らかにされると述べて、ロシア軍によるミサイルやドローンなどの攻撃から防衛するための支援を公表した国々に感謝の意を示したみたい。正規軍に大きな損害をかぶり、それを補填するために闇雲に兵を召集し満足な訓練を受けさせずにさらに多数の兵士を失い、その徴兵のために生産性を低下させるロシアに対し、侵略を認めない西側諸国の支援によって最新の兵器の供与と訓練のサポートのもと、士気の高い部隊を次々に編成するウクライナは日を追うごとに優勢になっていくと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。